朝4時40分に働いていただいてですね、今朝の最低気温は山で12度かな。半導体ってなんですね、いろんな産業の方とか材料とかですね、何とかパーツのところにもう東京都なんですね。よし、あるぞ。よし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 。
中ネット買っております。助かりました。持ってきてよかった。休憩スプレー発火を全身に浴びてきました、顔にもかけたんで、やはり目がしばしばします。まあ、入り口付近で溶けたのが5、6本見つかっておりますので、この先奥に入るとまあまあそこそこの本数が取れるんじゃないかなという予測はしております。今ちょっとネット変わってるんで視界が良くないというデメリットもあるんですけど、まあ刺されるよりはマシかなと。でまだ朝早いんで、結構薄暗い感じが画像で見えるでしょうか。一昨年まではこんな山奥にたった一人で帰るなどということは想像もしておりませんでした。その辺で拾った枝でクモの巣を回避して進んでおります。去年の最盛期の景色とはまるで違っておりまして、ちょっと道に迷いやすい感じになってます。
ぽっつらぽっつらね。どの辺だったかな。昨年まさに蹴っ飛ばすぐらい発生したな、していたのは、多分10月4日ぐらいかな。今日は9月28日、早いの分かってますけど、気温が結構下がったもんで少しはいけるかなと。そしてその場所この辺だったような気がするな。するけど、やはり、草木の生え具合がまるで違いますので、この辺だったような気がする。古いけど一応持って帰りましょうか。これはいいな。このように大量発生はまだしておりません。単発でポツリポツリといった状態です。今日は味噌汁1回分でなので、予定数
ルーターするのでは一応取りたいと。いうふうに思います。まあとはいえ溶けたやつはさすがにあまり食べたくない、食べたくないと思いますので、形の品質のいいものもに、味噌汁用として持って帰りたいと。そして、ありますよ。いいのは多分見えるかな。こうやって斜面を下から上がっていくときに、見つけやすいと。軸も太いね。先の方が生育状態が良くて、うっそうとこの葉っぱが茂っていたような気がします。というよりも茂っていましたね。今年はどうも成長が悪いと。でもこの時期これから伸びると思いませんし、秋ですから。伸びるかね、今年じゃなくて。